第2波、第3波への備えです。富士宮市で臨時の、PCR 検査センターの運用が始まるのを前に、市は今日検体採取の流れを確認しました。富士宮市の救急医療センターに設置されたウォークスルー方式の検査場です。感染の疑いのある人が医師と接触することなく鼻から検体を採取します。富士宮市救急医療センターの敷地内に設置されたのは、医師がボックスの中から手だけを出して検体を採取する臨時の検査場です。この検査センターでは、市内の医療機関のかかりつけ医が新型コロナへの感染の疑いがあると診断した患者を、保健所の判断を待たずにすぐに PCR 検査をすることができます。今日は富士宮市の須藤市長自ら検体を採取する手順を確認しました。第2波、第3波を考えると、これはですね、どうしても、作っててよかったなと。またこれからきっと余計評価されるんじゃないかなと、そういうようなこともあります。富士宮市の検査センターは来週18日から運用を始めます。